こんにちは、粟田洋介です。ゴールデンウィークということで、ゴールドの絵の具で絵を描いていこうと思います。まあ、ゴールド以外の色も使いますけど、今ぐらいから梅雨までが私が一番好きな季節です。天気もいいし、朝から外に出て、スプレーペイントを使ってキャンバスを塗ってきました。もう乾いているので、この上からアクリル絵の具で絵を描いていこうと思います。ゴールドの絵を描くはずなのに、なんか金色うっすりって感じなんですけど、まあ考えすぎるとろくなことにならないので、あんまり考えないで描いていこうと思います。なんか変な感じになってきています。私は結構考えてから行動する方なんですけど、絵を描くことに関してはなるべく余計なことを考えないようにしています。その方がうまくいくからです。自分では非現実的な表現をしたいくせに、なんか考えれば考えるほど、どうやったら現実的になるんだろうっていう方に持ってってしまうんですよね。まあ現実的にするのも非現実的にするのも結構難しいんですけど、まあなるべく考えないで自分が面白いと思うように描いていきたいと思います。
はい、こんな感じの絵が完成しました。タイトルは休日を楽しむ人です。作品を見た人からこういうイメージが頭にあるのかとか、そんなことを聞かれることがあるんですけど、そんな時はそんなものはないと答えてるんですけど、それは本当で、さっきも言ったんですけど、私は結構考えて何かするっていうことが多いんですけど、絵を描くこととか考えない方がうまくいくっていうか、自分がやりたいようにできるっていう感じになるので、考えないことにしています。頭の中にあるものとか、クレイジーな感じの面白い素晴らしい作品を表現している方々もいらっしゃるんですけど、私はすごい現実的なので、私の頭の中にあるものなんてなんかきっとつまらないと思うんですけど、考えないことによって、まあ面白いと思うか思わないか人それぞれなんですけど、絵を描いたりすることにおいては私は考えないのがうまくいくので、考えないことにしています。ということで今回の動画は以上です。最後までご覧いただきありがとうございます。この動画が良かったと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた次回お目にかかりましょう。さようなら。